今ね18時53分さ、だけでこう、はい、おったらすぐ来る。8月3週目、涼しくなってきたんで、そろそろ、あれ、潮動かへんな。潮動かん日やったっけ、俺。あ、今、揚げ止まりや。揚げ止まりやん、もう。まあ、もうやる気なくすわ。アジとかイワシとかね、ちょっと入ってきてるみたいなんで、タチウオも一緒に入ってく感じかなとも思ってるんですけどね。去年は8月の1週目あたりぐらいからね、釣れ始めてんのにね、今年は8月3週目でも群れ入ってきてへんのかな。去年よりもスタートが遅なっとるぞ。これはちょっとまずい感じですよね。ただいまね、19時28分。暗くなった瞬間にね、もうみんなね、周りの人ね、ダーっていなくなりました。あかんぞ、これは釣れてへんぞ、これは。店屋の人もね、明るいうちはまあまあいてたんですけどね。半分以上いなくなったかな。まあもともとそんなに数多くないんですけど、8月3週目、まだ太刀魚来ず。大阪湾の南の方も、まあ、パラッパラッとは来てるみたいやけど、もう日によっていい日悪い日あるみたいで、これはまずいぞ。これは普通は一年中ね、そんな場所とかね、時間とかね、そのあんまり気にせずに釣れるんですけどね、どんどん悪なっていってるような気するで。フグやね、フグ参ったね。もしかしたらちょっとこう色粉をつけてるから、餌ちょっとドーピングしたから、フグが寄ってきてるんかもしれへんね。もう普段ね使わへんんですけどね、餌漬け込み剤みたいなね。キビナゴちょっと古いんで、久々にちょっと使ってみようってね、買ってきたんですけどね、手がね青くなって手が青くなって、これが嫌でね、ああいう漬け込み剤とかね使わへんのですけどね。使う時はね、いつも黄色使ってたんですけどね。黄色やったらね、ちょっと色ついてもね、ほらちょっと肌の色に近いからあんまり気になりませんよ。もうこの青いのとか赤いのとかね、ほんまもうね気になるんでね、潔癖症ではないんですけど、なんかあの気になって嫌なんで、色なしで作ってくれへんかな。ああいうの色マジでいりませんよ、ほんまに。透明とか魚と同じような色で作ってくれへんかな、ほんまに。なんか当たり来た。ああ、沈んでる。なんか、浮いてきた。ほんまにもう。見てもう。フグ。フグやな、これな。なんか当たり来た。あ、カメラが回ってない。大丈夫かな。よっしゃ、回した。当たり来た。回収で当たり来た。20時08分。回収で当たり来た。そこ。やっと来た。ガツン来たからね。これはタチオやと思いますけど。ガツンやったわ。結構油断してたから。かなりガツンって竿に当たりきたわ。あー、浮いてきた。いやー、もうちょっと、もう沈んで、あれ、もう一回行かへんの、マジで。そう、なんてこったい。
さあ、もうそれで終わりな。何にもしへんねん。まだ何もしへんねん、ほんまに。まだ悪いこと何にもしへんのに。餌何にもなってないわ。餌何にもなってへん。噛んだだけで終わりやったみたいね。さあ、ちゅうことでね、もう家帰ってきてますけどね。いや、惜しかったな、あれね。ここで回収してた時にね、カツンってね、こうね、油断してましたね。難しいやろな、思ってバーって回ってたらね、ガーンってガーン来たからね、ほんまに油断してましてね、ほんまにね、惜しかったな。あれは多分立ち往やと思うんですけどね。よいしょ、あれは立ち往やと思うんですけど、しかしね、まあなんちゅうかな、その後もね、一回あたりね、ピコンって立って、で、フグじゃない感じでね、あたり来てたんですけどね、ほんまに。で、まあその後ね、ちょっとまあもうフグばっかりになってきてしまいましてね、で、まああの一旦撤収して飯食うて MC ね、MC 行ったんですけどね。ちょっと難しいな、なかなかむずいなこれ、結構。よいしょ、うん、こうこうせなあかんのか。ちゃんと準備してたのに水かけ飲ませとったわ。いつも適当やから、ほんまに。で、MC 行ったんですけどね、全然、まあなんか当たりある思ったんですけどね、何にも当たりなくてね。うわ、くっついた。足りるか、なんか足りひんような気がしてきたわ。めっちゃやばいやばい、どうしよう、足りひんかったらどうしよう。これでいこうか。まあ大体 MC 行ったらなんか当たりもらえとったのにね、全然当たりもらわれへんで、ほんまに参った言って。あ、どこいしょ。うわうわ、やばいやばい。もうなくなってきた。なくなってきた。やばい。やばい、なくなってきたわ。足りひんやん、これ。全然足りひんかった。全然足りひんかった、なんか。さよなら。さよなら。